ドゥンドゥト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 ゥドゥト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 ゥンようこそこの霊剣あらたかな魔よけ神社へいらっしゃいました当神社ではこの度特別に自民党の安倍派と二階派の先生方に魔よけのお札をお譲りいたしておりますまずこちらのお札でございます これは当神社に伝わる伝統的なマヨけナお札でございます秘書のせ聖、えー、自分のやったことでも秘書のせいにすれば秘書が捕まるだけでご自身は安泰でございます永田町の伝統芸能トカゲのしっぽ切りこれをお使いになりたい先生方はぜひこの秘書のせいの マヨッケのお札をお買いい。求めくださいそしてこちらも伝統的な政治家のやり方でございます。ロッキード事件の頃から当神社ではこのお札を先生方にお勧めしています。記憶にない。たとえ本当は記憶にある場合でも記憶にないと白を切る。お白様の前で白を切る。 こちらのお札もお勧めしております。時代が流れまして、このような、えー、秘書のせい、記憶にない、このような伝統的なお札だけでは対応できない事態も出てきております。そのような、えー、安倍派、二階派の先生方のためには、こちらのお札をお勧めしております。これは新しいお札でございます。派閥のせい、ニュー。 これは時代の流れとともに、当神社が開発した新しい魔よけのお札でございます、えー。この度の事態については、特に先生方にこの派閥の製お札をお勧めしております。お値段はちょっと高いのでございますが、ぜひ、えー、キックバックで得た裏金、あるいは官房機密費でお買い求めいただきたいと思います。さて、えー、このように、 お札をおすすめしてきたのでございますが、最後に一番強力なお札をおすすめしたいと思います。ある意味では国民が求めているのはこのお札かもしれません。それはこちらでございます。勘落ち。ハートマークがついておりますが、えー、ケンジさんの取り調べに対して全て認める。そして、いわゆる勘落ちの状態になる。 このようにして罪に問われるとしても、えー、逮捕はされない。えー、えー、身柄を持っていかれない。えー、まあ、東京地,地検特捜部の検事さん方も人間ですからあ、この先生は勘落ちして認めたと。心入れ替えて、これからは透明性のある政治をやっていくと。この先生を逮捕とかしてしまっては、日本の政治が停滞すると。この先生は日本のために必要な、まあ、正直な、 透明性のある、とても素晴らしい先生だと思っていただければ、えー、このように、えー、この缶落ちの札をですね、今度任意の取り調べをするときにここに貼っていっていただけますと、賢、え、治、ー、さんがニコッと笑われます。そして、カツ丼でも食べるかと言ってくださると思います。えー、なお、このカツ丼は、えー、裏金とか、 官房機密費で、えー、取ったものではなく、えー、国家の、えー、正規な <laughs> 予算によって <laughs>、えー、取ったものですから、ご安心して召し上がってください。えー、ということで、当神社としては、このお札を、えー、安倍派二階派の先生方には、特に、えー、この度、お勧めするものでございます。いかがでしょうこのお札をお持ちになって、そして、 取り調べの時にはこれ、勘落ちって、これに、これか、勘落ちじゃなくて、出落ちだろうって話もありますけども。いずれにせよ、お大事になさってください。以上、当神社のご紹介する、え、魔除けのお札の、え、ラインナップでございました。それでは、続かなきよう、え、3年後か5年後か、え、公民権停止が明けた時には、またおいでください。ありがとうございました。 あんまり疲れて寝落ちしないようにねほんと健康には気をつけてくださいね二階派安倍派の先生方ね健康が一番ですからねあのでも中に入っても運動場はあるみたいですよっていや入んないようにこういうお札を売ってるんですからちゃんと使ってくださいねはいはいこのお札全部使ってなんとか切り抜けてください